アトベック。アトベックね。いいな。こうね、先ほどまで毛の話をしてたので、毛の話の続きをした。うん、毛の話をね。毛の話の続きをしたいと思って、うん、言うんだけど、毛っていうテーマで言うと、ちょっと大雑把すぎてさ、うん、いろんな方向に毛の話ってあるわけじゃないですか。そうやね。そう。まあ、例えば、まあ、我々年齢的に言うと、男性ホルモンの話からいくと、うん、ハゲの話、毛が薄くなる話、で、まあ、ギャランドゥの話、乳首の毛の話、さっきしてたようなね。大変ね。うん、まあ、そうだよね。3割8分9厘軟毛みたいなね。ああ、毛の部分ね。毛の部分があるわ、ね。毛の部分ね。ね、3割8分9厘軟毛。うん、この次がね、すごいよね。もう毛、毛に行く前が砂漠やもんね。もうハゲる確定みたいな話ね。これがね、バースの打率なの。実はね。確かもうちょっと記憶がやるやから。バースあんだけさ、もっさもさやからそんな砂漠ではないと思う。うん。どうぞどうぞ。ここは炭酸を入れさせて。何割何分何厘っていう話の。うん。1割というのと、うん、クブクリンっていう話。うん。クブクリン。うん。9.9% の話ね。うんうん。9.9% はちょっとおかしいよねっていう話よね。うん。うん、リンは書けないよ。リンは僕書けない。簡単よ。これよ。あ、それだけか。ごめん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 。ね。だから、クブクリンは 99% のはずに、うん、3割8分9厘っておかしいやんって。うんうん、いう話をしててな。これが、なんでか知る？これ説明できる？できないね。俺もそれは常々思うんだけど、うん、ほぼ間違いないことをくぶくり間違いない、うん、って言うよね。言うよね。うん、99% のはずなのに、うん、たったパーセンテージで 9.9%、うんうんうん、その10倍の差ってどこから出てくるの、うんうん、これはね、何かというと、うん、1割って何かというと、これ、十分率。まあ、1割は十分ですよね。うん。十分です。うん。割数はね。うん。これは、くぶくりん。分とりんってなんて言うと、言うとさ、うん、これは、漢字表記における0.1と 0.01 の話。まあ、100分率、1000分率よね。違う。そうじゃないね。違う。小数点以下の話。だから、例えば、100っていう漢字あるやん。うん。これは、100やん。うん。あれ？うん。一部っていうのは、0.1 のことですね。うん。うん？ちょ、待ってよ。0.01 じゃないの。一部は0.1のこと。でね。うん。さて、ここまでいくやん。うん。ね。はい。0.1%。これは何を指す？100分率に対しての 0.1 のパーセンテージやから、これはパーミルよね。1000分の1。1000分の1のことだよね。それはそうや。うん。はい。0.1 割。これは何？ 1 割の10分、まあ普通に考えて1割の10分の1なんだ。そう。うん。ってことは、0.1 の10分の1やから100分の1。100分の1のことだよね。うん、で、そこまで分かったな。うん。ちょっと待って、俺も今整理しながら喋らなあかんからさ。もう一回言うで。一部は 0.1。 うんうん。1% 一部。これは何を言う？普通に考えたら 101% なんだよな。違うよ。あ、違う、110%。違うよ。1% 一部。1% の一部ってこと？1% 一部。え、過分数、表記の問題、表記売りの問題な気がする。過分数なのか、だから 1% プラス一部なのか、1% の一部なのか。1% プラス一部。でいくと、一部が、0.1、あ、そっか。割り数に対して、部が 0.1 やから、100.1% か。じゃあ、1.1%。なんでそこ急にちょっと分かんなくなった。あれ意味分かんねえ、それ。一部は10分の1のことやで。常に10分の1。10分の1やな。0.1 のことやで。うん。
表記の和式と洋式の差やからが混ざってんだ。混ざってるから 1.1% のことを、うん、1パー一部なんだ。こんな表記はせえへんで、うん、言えばそういうことや、うん、で言うと100分率でやったらなんとなく分かったってことは1割一部っていうことはどういうことっていう話なんだ。 11% になってしまうよね。そうそう、これで言うと 11%、うん、だってあの単位がここやから、うん、割に対しての、うん、そうそう割の 0.1、うん、割に対する 0.1 や、うん、だからこういう計算式になるから3割8分9厘っていうのは割で分で9厘っていうのは実は割にかかっちゃってんねん。その8分9厘は頭がメインの単位数になるんだよ。そうだから3割って十分率の後の小数点の表記ない。これは小数点の後でいくと九分厘に関しては、うん、1を0、1を頭にしてところでの九分厘やから、うん、0.99 って話です。0.99、ね、で1になるかどうかで結局それはつまり100になるかどうかでいくと、そうそう、99%で100分率やったら頭が100やけど、あの0.199って言うやん、うん、99% と0.99 や、うん、うん、というあの話で合ってるよって合ってるよという話や。これは勉強になりました。多分このはず、絶対にこのはず。そうじゃないと説明がつかへんから。そうやね、うん、俺も別に数学をあのこれを誰かから教えてもらったわけじゃないけど、絶対、いや一応白いね、ウキペディアなんや、うん、いろいろ調べた結果、あこれじゃないと納得ができひんっていう答えに至って、うんうん、さすがやっぱりもう本当にあの小学生時代から和算には引いてきたよね。そう、うん、ね、うん、和三本と言われたよ。和三本と言われたよ、うん、あの和三のボンクラと言われたよ。そうそう、和三本と言われたよ、うん、言われた、ね、与一君ならではの。でもこれがあの、ブーが 0.1 のことで、うん、リンが 0.2、0.01 のことでね、うん、だからその頭にかかるものに対して、うん、全てに対してそのパーセンテージを取るよ。そうそう、でこれがずっとその後あって、あのセットなとこでね、あそこまで行くんや。セットだから もうの下あんねや。あ、もうめっちゃあるよ。周囲とか春巡とかその辺入んねや。お、春巡入ってるよ、うん、よう出てきたな。春巡も入ってる。刹那、周囲、春巡はなんとなくあの、うん、上を覚えるのとセットで覚えるから下。だからあれは、うん、数字の1100と同じ意味の小数点の話、うんうん、っていう話。SI の、 あの接頭語の副詞で言うと、あの副接頭詞で言うと、うん、10のマイナス何分の1なの。分かれへん。分かれへん。それは分かれへんけど、あの、ただ、あの、ヨーロッパの、あの、3桁ずつ進んでいく方が賢いなと思う。1桁ずつやあるからさ。うん。確かにね。だから、それは賢いなと思う。なんやったら、ここに、あの、万とか千とか百とかをうまいこと組み込んだ方がいいんじゃん。大体千と万の進み方がまずおかしい。そう、うん、だからまあまあ違うな。まあまあ違う。千と百、千と百がおかしいね。だから例えばあの千部というのを作ったら、うん、あの三桁下がるっていう。あ、そういうことやね。うん、だから 0.1 が部やけど、10部があの 0.01。なるというようなことを作っていくっていう、あの小数点の発想があった方が桁数が上がるからさ、うん、賢いと思うんやけど、なかなかねしっくりこないからやらなかったよな多分。